教育畏郎は、アスカ時代の豪族。聖は連。教育氏は、にぎはやひ命の子孫と言われており、物のべしが開始した、石川阿尊と同祖とされている。張リ国風土記には、仁徳天皇の時代に、教育連載野の物語が掲載されている。また、俗に本気巻き。第一には、文武天皇の時代の七百年に、教部親皇以下十九人と共に、 大法律領の戦場者となり、その功績によって、六を与えられた京イスクネ関マロの名が挙げられている。微郎の名前が初めて登場するのは、日本初期末期、第27歳明天皇7年8月の項目である。前将軍大加賀、安住の平不連、昇家家、河辺桃江新党、後将軍大加賀、安倍引田平不信、大戦上物のべ連熊、 大戦上守る君大石頭を、剣して、九だらを、救いはしむ。治りて、表情、五国を送りたもう。とあるのに続けて、ある本にこの末に続議定くと断った上で、別に、大山下教位蓮比郎、小山下広司作りでない図を使いして、九だらを守護らしむという、という箇所である。ここで、剣と、死の文字が使い分けられているが、 前者は人員を冴えて送るといったニュアンスがあり、後者には役目を与えて送るという意味が含まれている。斎明天皇7年と記述してあるが、初期巻期、第26によると、この年の7月24日に天皇は崩御している。8月1日に皇太子、葛城の中の大江の王子は、ものために、区全国の朝倉宮から、岩瀬安宮 別名町継ぐへ先行されていた。この地は、夏、博多に近く、水軍を動員するのにも便利でもあった。鬼が、大傘を着て、朝倉山の上から、物儀式を覗き込んでいた、という話も伝わっている。さらに、巫女たちは10月1日に海を渡り、23日に南場に帰り着いた。11月7日に上がりを、アスカの河原で行っている。その一方で、 初期巻、第27の記述では、中野大江の王子は9月に、長津宮から、九だの王子山まり法将に、下に19回の職官を授け、さらに多心少式の同母妹と結婚させている。さらに、すなわち大戦した、京異連美郎、昭山下博士作りで大津を、剣して、軍後専用立て、本郷を守りお暮らしむ、とある。この年の十二月、コーでも、 東軍の侵入を許していたが、逆に二つの城を奪い、唐の兵は、高栗の極寒の気候に凍え、進軍を防いでいた。一方では、ハリマ国京夜軍から、たたりのあるという魔剣が、朝廷に献上されたり、前線では、くだら、高ウが滅びるという不吉な兆しも現れたりしていた。六十二年、翌、天智天皇元年三月、白木軍が高ウに侵入し、 大和政権軍は、高栗の要請を受け、援軍を派遣した。そのため、白木は、当軍の援助を得られず、攻略は、失敗に終わった。5月、安住のひらふらは、船市170層を率いて、宝将途中で加わった、鬼室福信村をくだらに送り、宝将をくだら大いにつけた。同年12月、宝将と福信村は、脅威連と、 僕一だらいつと共に論議を重ねていた。州やはでは土地が痩せているため、氷糧が尽きてしまう。非常なら西北に川があり、東南には包みがあり、一面型で、溝を掘れば雨水も溜まる。花も実もある作物に恵まれ、山間のうちでも優れたところである。移色の源があれば、天地に近いところで地形が低いと言っても、とうつすべきだというのが、宝章らの主張で、 タライツラは土地が低いというのが難点であり、食料よりも敵が近くにいることの方が重要で、今は険しい山に囲まれた要衝である修山場に留まるべきだと反対したが及ばなかった。タライツラが心配したように、白木の侵攻を防ぐことができず、663年、宝将たちは修山に戻らなければならなくなった。その翌月には、噛みつけの訓枠後、 小瀬神前神役後、安倍引田神ひらふらの率いる日本からの援軍2万7千人が到着し、白木を撃った。東側からも増援軍7千が到着した。そんな折、鬼室福神に無本の疑いがあるとして、皇将は福神を処刑してしまった。隠して白月の絵の戦いへと突入していった。この戦いでは、牧師神殿ら津が戦死しているが、 微老がどうなったのかは描かれてはいない。脅威練習は、天武天皇13年に発色の姓が制定されたことにより、少年の姓を得ている。ありがとうございます。